ロイさん、お疲れ様です。小林さん、おはようございます。で、ロイ式なんですけども、はい。ロイ式の1期生の主婦の方、W、はい。2期生の、K さん、はい。すごい頑張ってますよね、主婦の方。そうですよね。はい。特に一期の W さんはね、こう、ビジネス的な経験値というのはちょっとないようなご様子でいらして、で、まあ最初はね、ちょっと戸惑うのもいっぱいありましたけど、もうしっかり安定したね、数字がついてきてますよね。ですね、で、2期の計算もすごくないですか、これ短期間で。と、ここでね、すごいアクセルが踏まれた様子が感じられますよね。両方とも月商もう200万近くになっていいね。やっぱりちゃんと真面目に主婦業の方はね、ちゃんと得られてるんですかね、積み上げをね。やっぱり集中してね、時間取っていただいてるご様子がね、伺えますよね。一期の W さんは、まあ、主婦で、お子はい。さんも結構大きいじゃええ。ないですか、大学生で。そうですね、そうですね。ところが、二期の K さんって、まだお子さんもすごいね、ちっちゃいんですよね。そうですよね。この間も面談のしようかとかやってたんですけど、ちょっとお子さん熱出してね、またちょっと延期とか言うんで、やっぱりね、そういうハンディキャップを抱えながらね、すごいですよね。子育てっていうと、まだ育児の段階で 開始したのも2期生なんで、遅くスタートなんですけど、もう200万近くいってるってすごいな。どうしてもね、お子さん小さいと、その自分ではコントロールできない時間っていうのがね、発生しますから、保育園ね、預けるにしてもね、夜中まで預かってくれるわけじゃないんで、それを迎えに行くとか、ね、呼び出しがあれば行かなきゃいけないですし、次の日の準備だってね、遠足行くって言えば、じゃあお弁当どうしようとかね、ありますからね、本当にそのこまごまあります、本当に。メッセージを頂戴してですね、ご報告遅くなりましたが、先月ロイ式で180万達成しましたって来てたんですよね。で、まだまだラッキーパンチの要素が強いのを、しっかりベースを築けるように邁進します。なかなか2期生トップになれず悔しいですが、トップ狙ったら今は粛々と積み上げますって、ロイさんと出会えて本当にラッキーでした、これからもよろしくお願いしますって言ったんですよね。いや、嬉しいですね、そう言っていただけてね。やっぱり、僕もそういうお言葉いただけるとね、やってる甲斐がありますよね。ラッキーパンチも、でも、狙って打つわけじゃないので、ね、それこそラッキーなので、地道な積み重ねの中でたまたまっていうことですから、まあ、それはそれを狙うっていうのは当然ね、やってはいけないってことなんですけど、でもそれが出るっていうのは、まあ、本人のね、間違いなく努力の成果ですから。はい。で、1期生でほら、もう先にもうね、独立しちゃった人がね、2人いるんですよね、今ね、男性で。サラリーそうなんですね。ム。ロイ式そう始ですめね。た前、サラリーマンだったのに、2人とも独立ですよ。いやね、ロイ式頼でもも。しいですよね。で、その愛さんと K さんと、ちょうどあれですよね、ロイさんがほら、京都行った時に、会社に行ったんでね。そうですね。はい。ご一緒させていただいて。その時の報告も来てて、今日お話ししていると、自分の考えの甘さが露呈して恥ずかしくなりますとかね。もう、いや、言ってるんだよ。素晴らしく、こう、いい感じの貪欲感がありますよね。そう、モチベーション高いんですよね。主婦の中のエースになり得ますよね、本当に改めて、でも、同意識って、主婦でもできると。まあ、サラリーマンの方も今ね、愛さんと K さんっていうのは大阪とそれぞれあっちの関西圏の独立を今年しちゃったんでね、主婦の方もそろそろ旦那さんの本業を超えていくんじゃないかなみたいな。そうですよね。でも、物に対する見方っていうのは、やっぱ女性の方が、ね、男性と違って、普段からやっぱり厳しく見てるたりとか、その情報感度っていうのが、男性は好きなところのね、ジャンルは強いんですけど、幅広くとかはないですし、男性は女性のジャンルのことはほとんど分かんないけど、女性は両方ね、基本的に分かりますからね。僕は女性の方がね、向いてるんだろうなっていうところありますよね。コツコツ積み上げてね。やっぱり普通の主婦のサロンには、育児をやってる方でもできたっていうのはすごい熱いと思うんですよ。そうですよね。一番大変な時期だよって本来ね。すごく難しいと思うんですけどね、時間を細切れで使っても対応できるっていう部分はやっぱりあるので、これがね、2時間集中しなきゃいけないとか言うんではなくて、空いた時間30分ずつの積み重ねでも、一つ一つのやることはね、細分化されてるので、使い方を工夫すれば、
その辺はね、なんとかね、やっていけるんだろうなっていう想像はしますけどね。引き続き、ね、主婦人にも頑張ってほしいなと思うんだよね。遅れを取っている男性陣もね、ちょっと会社に家業がねっていうことではなくて、はい、空いた時間で工夫してね、やっていただきたいなと思います。はい、では今日もありがとうございました。ありがとうございました。